ベンゾチアゼピン系って本当のとこどうよ。精神科医カバ佐々木のカバチャンネル、今日は質問いただきました。インベストさん、ベンゾチアゼピンについて見解をお聞かせください。よろしくお願いいたします。ベンゾチアゼピン系って何かというと、睡眠薬などで非常に一昔前まで最も使われていた睡眠薬の系統、ベンゾチアゼピン系の睡眠導入剤っていうのはね、一昔前まで非常に多く使われておりました。ですけど、ベンゾチアゼピン系って副作用とかね、やっぱそういうこととか、依存性になりやすいとか、癖になりやすいとか、その耐性ができやすい、ずっと飲んでると効かなくなるんじゃないのとか、そういったようなことも言われるので、おそらく飲んでる方とかっていうのは不安を感じてる方がいるのかなというふうに思います。私、ベンゾチアゼピン系に限らず睡眠薬っていうのは対症療法的なものというふうに考えてますね。対症療法っていうのは、例えば不眠症になった場合、不眠になった原因っていうのをきちんと突き止めて、それを改善していく、あるいは生活習慣をしっかりと改善していく、寝る前の飲酒とか食事とか、あるいは寝る前のスマホとか、あるいは寝る前にゲームするとか、そういう睡眠に悪い習慣をきちんと改善していくってことが睡眠障害の根本的な治療法であり、ベンゾチアゼピン系睡眠薬を中心とした睡眠薬っていうのはね、対症療法的、その場しのぎってことですね。ですから、そういう睡眠障害になった原因とか、きちんと改善したり、生活習慣を改善しないと永久に治らないと、癖になりますよという形になります。だから、ベンゾチアゼピン系の睡眠薬が癖になるかならないかという部分もありますけど、それ以外の比較的最近はもうちょっとね、癖になりづらい睡眠薬って、新しい形の睡眠薬も何種類か発売されていますけども、そういったものならいいのかっていうと、そういうわけじゃなくて、結局睡眠薬っていうのは対症療法的なものなので、時間稼ぎのものなので、皆さん方がやることはちゃんと不眠になった原因というものを考えて、生活習慣の改善をしなさいということが私の見解ですね。で、薬というものはですね、どんな薬でも副作用というものがありますし、長期間で飲んだらどんな悪い影響が起きるかっていうのははっきりと分からないということで、飲まない方がいいに決まってるんですけど、今の症状が非常に辛い状態なので、やむを得ず飲むという、毒を持って毒を制する的な部分がね、あるんですね。なので、精神科の薬の中でね、ベンゾチアゼピン系だからすごく悪いということはないと思いますけど、基本的には飲まないに越したことがないので、もし飲んでいる人の場合は、できるだけそういう生活習慣改善など一生懸命頑張りながら早くやめる努力をしていくといいんじゃないかなと思います。その睡眠の改善法に関しましては、私のブレインメンタル強化大全の方に詳しく書かれておりますので、そちらの方参考にしてほしいと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。